どうもこんにちは。まったり学び直し教室の続きをやってまいりましょう。で、今回喋りたいことはですね、呼吸ですね。呼吸について喋っていこうと思います。でですね、そうですね、まず最初問題なんですけど、一日の呼吸の回数って、まあ、どれぐらいかわかりますなんとなく想像でいいんですけど、一日どれぐらい数波数波やってるでしょうで、まあ、答えをもう言っちゃうんですけど、2万回ですね、2万回数波数波してるんですよ。で、結構な数ですよね、2万回って。 例えばですね、あの1万歩歩こうって結構大変じゃないですか。1万歩歩,歩くの大変なんですけど、まあ、呼吸というものは誰もが当たり前のように数派数派2万回やってるんですね。で、ここで気になるところが、えー、ちゃんと呼吸できてるのかな ?2 万回ちゃんと呼吸できてるのかなってことなんですね、えー。うまく呼吸ができている人できていない人では多分生み出されるエネルギーの総量っていうのがね、変わってくるんですね。ということで何が言いたいかというと、しっかりと呼吸ができるようになろうってことなんですね。じゃあ、しっかり呼吸ができてるんでしょうかってところが気になるところなんですけど、うん、と まあ、呼吸ががね、ね。下手だと肩こりが起こり起るってて言われてます、ねえー、どうでしょう肩こりでお悩みの方いないでしょうかねで、まあ、ここね、ちょっと、なんで肩こり呼吸が下手だと肩こりになっちゃうのかっていう話をしたんですけど、えー、呼吸に使う筋肉群って2つあるんですね。主呼吸筋と副呼吸筋っていうのがあるんですね。まあ、これ、漢字の通り、シ をまあ、メインで使いたいたわけなんでですね、えー、メインで使う筋肉を横隔膜と言います、まあ、横隔膜って膜っていうんですけどあついてるんですけど筋肉なんですね横隔膜が伸びたり縮んだりすることによって肺を膨らましたり縮ましたりするんですね、まあ、横隔膜ってその肺の下の辺にある筋肉なんですねでこの主呼吸筋っていうのをメインに使って行う呼吸が腹式呼吸っていうんですね、まあ、腹式呼吸って聞いたことあるんじゃないですかねなんかいろいろと なんか健康ニーザとかあのカラオケは腹式呼吸だとかいろいろ言われますよねあ歌うときは腹式呼吸だとか言われちゃいますよねまあ、こっちはねメインで使いたいんですねメインで使いたいというかそもそも人間はこっち腹式呼吸がメインなんですよでも残念ながら、えー、ライフスタイルの変化がよくわかんないんですけど副呼吸筋というものが使われて、えー、まあ、呼吸をねやってる人が多くなっちゃってるんですねで副呼吸筋っていうのは横隔膜ではなくて首や肩の筋肉を使って呼吸するんですよで首や肩の筋肉 を使うううととといいいこはあのメインの筋筋肉肉に比べててちちっゃででで呼呼吸吸しるるんすすね肩か、まあ、それを強式呼吸って言うんですけどえ首や肩の筋肉を使って2万回呼吸したらそりゃ凝るだろうと肩や,筋え首の肩や首の筋肉が疲れちゃうだろうそれであの、まあ、肩こりとか、えーまあ、首こりっていうんですかね首の痛みとかが出てきちゃってるんですね。ってことで、えー、まずね、えー、人間本来の呼吸である腹振呼吸をやっていきましょう横隔膜を使っていきましょうって話なんですね。じゃあ腹振呼吸できてますか っていう話なんですけど、まあこれチェック方法がありますね。えー、まず一つ目ですね、えー、仰向けに寝ます。仰向けに寝ます。で、左手を背に、右手をお腹に置きます。で、呼吸をすると、えー、お腹が上下に動くんですね。で、そのそれがまあ右手でチェックできますよね。えー、右手が上に上がっているのか、えー、下に下がっていくのか、まあそういうことをチェックして、えー、左手が動いてなかったら OK ですね。 右手だけ上下に動いて左手,もあ左手が動いてなかったら OK ですねで左手肺に当ててる左手も動いちゃったらちょっと胸の筋肉使ってるのでまあ強,強式呼吸やっちゃってるんじゃないかなって感じですねでえー、っとですね強式呼吸っていうのがもう基本になっちゃってる人ですよね腹式呼吸じゃなくて強式呼吸が基本となってる人は、えー、横隔膜の筋肉は多分低下してますねであのー 筋力が低下しているので腹式呼吸っていうのがやりづらいかもしれないです。その感覚がないかもしれないですね。感覚がないかもしれないし、やってたら疲れるかもしれないですね。えー、使わない筋肉っていうのはどんどん衰えていくので、まあ、少しずつでいいから、えー、まあ、メインメインの筋肉主呼吸筋を鍛えていきましょうってことですね。でまあこれね子供とかを育てたことは ことがある人は分かると思うんですけどもう子供のお腹とか見てたらもうお腹ベべこべこなってますよ <laughs> もう本当に腹式呼吸使ってんだなってぐらいなん,かなんかお腹かが本当にはポヨンポヨンですしなんか息吸ってとかやったらお腹がぐんぐん膨らんでいきますし、まあ、子供ってやっぱそのなんだろうなちゃんとその人間本来の呼吸ができてるんだなっていう、まあ、ちょっと余談ですね余談はいでですねあちょっと話を変えましてね瞑想マインドフルネスヨガ 最近流行ってるじゃないですか。まあ、最近っていうか、ここ数年ですかね。で、これ共通点がある,んですあるんですよね。瞑想、マインドフルネス、ヨガの共通点があるんですけど、なんでしょうって答え書いちゃってるんですけど、深い呼吸を繰り返すことなんですよ。深い呼吸をね。で、まあ、1日数分でいいから、その瞑想なりマインドフルネスなりね、ヨガなりをやってみるのがいいんじゃないかなと思うんですね。な、ま、ん、あ、でかっていうと、それは呼吸のトレーニングになるからですね。瞑想、マインドフルネス、ヨガっていうのは、まあ、その呼吸のトレーニングを目的にしたもんじゃないんですけど、でも、まあ、呼吸のいいトレーニングになるから、まあ、これをね、やってみるのがいいんじゃないかなと思ってます。で でその瞑想マインドフルネスヨガっていうのは呼吸のトレーニングプラスアルファの効果があるのでまあなんかまあいろんな面がいろんないいメリットがあるので、えー、や,ってやっていくのがいいんじゃないかなと思っております。 でですねその深い呼吸ですね。深い呼吸というものを繰り返して、一体何の意味があるんだ腹地、えー、呼吸とかやってって何の意味があるんだっていう話なんですけど、まあよく言われるのが、えー、脳を休息させるとか、えー、集中力が増すとか、創造的になるなどなど、多分聞いたことあると思うんですね。あのー、外資系企業の Google とかですよね。あのー、アメリカのスーパーグローバル大企業の Google とかがガンガンやってるから、まあ、日本とかでもなんか騒がれてますよね。で、まあ、科学的にはですね、その瞑想とか、えー、マインドフルネスとかをやることによって、えー、大脳皮質を熱くするとか、えー、老化による脳の萎縮を去るとか、えー 開脳にある開白質っていうのを、えー、呼ばれる神経細胞が集まる領域の密度が増加したりとか、まあ、記憶に関連する脳部位が強化するなーんてことがね徐々にですけど科学的に明らかになってるんですね。ということで、まあ、学び直しをやりたい人学び直していきたい人っていうのは、まあ、これをやってたらねより学び直しの効果がアップするんじゃないかなということで、えー、やってみたいんですね。あとですね、まあ、ミトコンドリアっていうのを聞いたことがあるんじゃないですかねあの高校とかの生物で習うと思うんですけどまあ ミトコンドリアっていうのはあの人間のエネルギーを作るとかなんですね。人間のエネルギー、えー、まあ ATP って言われるんですけど、でそこで ATP をちゃんと作っていくためには酸素が必要なんですね、酸素。で、人が生きるために必要なエネルギーっていうのはほとんどがミトコンドリアが作ってますと。えー、ミトコンドリアが作る ATP によってエネルギーっていうのは、ね、供給されてるんですね。だからその呼吸、酸素か、酸素っていうものは、うーんとまあその、なんだろう、創造的になるとか、えー、集中力が増すっていう意味もあるんだけど、この人間の エネルギーを作るためにも必要なんだってことが、まあ、意外と大事なことかなと思っております。はい。じゃあ、えー、瞑想とかマインドフルネスのやり方についてね、えー、ちょっと喋っていこうかなと思います。で、僕はですね、この瞑想とかマインドフルネスっていうのはね、えー、区別しません。両者同じものだと思って説明していきますと。で、まあ簡単なんですけど、まずですね、背筋を伸ばして座りますね。まあ、座禅でもいいですし、あぐらをかいてもいいですし、まあとりあえず座りますと。で、手の位置なんかもどこ,で,どこでもいいですね。であと目を、目は開けてもいいし、閉じてもいいですね。まあ、 まあなんか楽楽な姿勢ってことですね。でそこから呼吸に集中していきます。で最初は4秒で吸って6秒で吐くようなねそんなイメージでまあ呼吸を繰り返していきましょう。4秒で吸って6秒で吐く。 まあ、吐く時間の方がね、長い方がいいかなって感じですね。で、えー、これもですね、瞑想とかマインドフルネスっていうのは、20分ぐらいやるのがいいって言われてるんですね。ただ、20分やるのめっちゃ難しいです。もうスマホとかすぐ触りたくな,座り触りたくなっちゃうんで、まずはね、3分ぐらい。3分のタイマーをセットして、まあ、短い時間からやっていくのがいいんじゃないかなと思いますね。いや20分ってマジで厳しいですよ。まあ、1日ぐらいだったらできると思うんですけど、それを、 継続しししててててややる、る毎日やるってなっなたら、ら20分はは本当に厳しいいい。ので、で、ま、で、あ、まずは短い時間からスタートしてみてくださいでですね、もうちょっとその瞑想マインドフルネスのやり方について詳しく知りたい方っていうのは、えー、動画説明欄のリンク先の記事をね、まあ、ご確認くださいと。で余談なんですけど、まあ、瞑想って目的みたいなのがある,んですあるんですね。一体何が目的なんだっていうと、まあ、今に集中することなんですね。今。えー、過去でもなくて未来でもなくて。 今現在の体験を受け入何、ねまあ、かこうやってたらですよ瞑想やってたらですよね頭になんかいろんな思考とか感情っていうのが出てくるんですよなんか、えー、楽しいことあったなとか嫌なことあったなとか,なんかあの時ああだったなとかいろんな考えが出てくるんですけど、まあ、それにその思考とか感情というものにこれはいいことこれは悪いことっていう判断を下しちゃダメ,ダメなんですよ判断を下すことなくああこんな思考や感情が浮かんできてるわって自分を客観にするんですね まあそういういことが瞑想の目的なのでまあなんかやってたらいろいろ雑念というのが湧いてきてなんかごちゃごちゃするんですけど別になんか無に無なななろうとかそんなんじゃなくていいです。ただありのままのそれを受け入れていく判断を下すことなくえこんな感情が出てきてるなって思っていくのがまあえいい方法だと言われているのでまあなんか瞑想とかやってみたらね、いろんな感情が浮かんでくるんですけどなんかそれにねあの惑わされぬようにあーあー出てきた出てきたぐらいに思っていったらいいんじゃないかなと。 ちょっとねこれ言葉で説明するの難しいんですよね。まあ、ということで今回呼吸についてでしたねちょっと、えー、いろんなことを話しちゃったので、えっとまあ、何が言いたいのかよく分かんなかったかもしれないですけど、まあ、一つはですね基本的に人が、えー 式呼吸ばっっっかりやっちゃってるんですよね強式呼吸ばっかりやるとその肩,肩とかが凝っちゃうんですよ。凝ったら疲れますよね。そんな肩凝った状態で勉強とかできないですよねってことと,、えー、っと、マインドフルネスとか瞑想っていうのがいい呼吸のトレーニングになる。だからそれを取り入れていきましょうってことですね。で、呼吸のトレーニングにもなるし、えっとまあ、その科学的にも脳に,が脳にいいってことが分かってきてるんですね。だから学び直しをやろうとする人はこれを毎日5分間ぐらいでいいから、とりあえずやってみたらいいんじゃないですかというお話を、えー、今回はしてきたつもり。 です。ちょっと難しいですね。まあ難しいと思いますし、えー、と何言ってるかよく分かんないかもしれないんですけどまあ呼吸は深い呼吸を繰り返すことがいいことなんだよってことを分かってもらえたらなと思います。じゃあ今回は終わりです。